ゆっくりしていってね。今年の夏は暑かったな。そして暑い夏が終わると、次は台風や秋雨前線で、山歩きに不向きな天候が続くのよね。それが終われば、秋の涼しい移動性の高気圧が来るようになって、秋山シーズンの本番だな。それは今年は9月中旬から、下旬頃かな？しばらく先ね。これからしばらく気温は蒸し暑いまま、それでいて天候は不順という、登山には向かない季節になるかもな。ということで、今回は山に登った企画じゃなくて、山に関するネタ動画をやろうと思うのぜ。名前も、高さも同じ山を探してみた。だぜ。例えばさ、北アルプスの南岳、標高 3032.9 メートルだろ？南アルプスの戦場ヶ岳も 3032.9 メートルなんだぜ。なるほど、標高は、見事に揃ったね。でも名前は全然違うじゃない。ところがあるんだなぁ、それが。高さの差なんて、かかとか足首か膝小僧程度しかないのが。まずは有名どころ、駒ヶ岳から行こうかな。ああ、あれね。貝駒ヶ岳と木曽駒ヶ岳。高さそっくりだよね。どこがそっくりなんだ霊夢、11メートルも違うじゃないか。11メートルって、かなり高い油か、蹴るん積まないとその差は埋まらないぜ。それで高さ同じって言ったら視聴者、馬鹿にされたと思うんじゃないかな。まあ、三角点で高さ比較すれば、その差は 9.4 メートルだけどな。何そのムカつく言い方、他に何があるっていうのよ。あるぜ。越後駒ヶ岳と越中駒ヶ岳だぜ。え？ 0.2 メートル、20センチなんて、そんなこと。あるんだから、びっくりするよな。両者の位置関係はこんな感じ。越中越後と、北陸つながりではあるけどな、近いって感じでもないぜ。越後駒ヶ岳って、このチャンネルでもやったよね。うむ、秋がベストシーズンだから、興味がある人は、見ていってね。一方、越中駒ヶ岳は、北アルプスの剣立山連峰の北の端の離れたところにそびえる山でな、2001年に登山道が整備された。一番最後に登山道が整備された駒ヶ岳なんだよ。最近まで道がなかったのね。すごく山深くてな、南アルプス新南部に対抗して命名するなら、北アルプス新北部と呼べるような山域なんだぜ。越中駒ヶ岳の最短コースは、宇奈月尾根大山登山口からの往復、総ヶ岳を経由して登り4時間10分。往復8時間5分だぜ。越後駒ヶ岳より、ちょっと楽そうね。ただし、途中に山小屋も水場もないから注意してほしいぜ。あと、宇奈月尾根大山登山口までは、バスがないから、マイカーかタクシーになるな。公共交通でアクセスする場合は、富山地方鉄道宇奈月温泉駅から、上り8時間少々。往復14時間50分ほどだから、天白でプランニングすべきだろうな。気象の厳しい地方だけに、山頂からの眺望は、素晴らしいらしいぜ。あと駒ヶ岳で、こんなのもあったぜ。日本全国、駒ヶ岳って、結構たくさんあるものね。北海道駒ヶ岳は、渡島駒ヶ岳とも言われていて、これも結構有名な山だぜ。日本200名山なのね。ただし活発な活火山で、1131メートルの剣ヶ峰頂上までは登れないぜ。一方、焼け石山系の駒ヶ岳は、マイナーピークだな。焼け石だけは、200名山なのにね。下東温泉から往復4時間50分。この山も結構展望はいいらしいぜ。だけど、1130メートルとか、随分標高下げたね。だけど低い山って、たくさんあるから、こういう同名同高の山って、探せば結構あるんじゃないの？まあ、そうかもな。数百メートルのマイナーピークでやっても面白くないかもな。ところで霊夢、3000メートル級の高峰って、日本に何座あると思う？20座くらい？ウィキペディアによれば21座だそうだ。ただこれに立山のお山、穂高岳のジャンダルム、富士山の白山岳などを加えたら、30座超えるだろうな。いずれにしても、あんまり多くないのね。富士山と、御嶽山と、南北アルプスにしかないんだからな。でな、でもその数少ない3000メートル超級の中にも、同高同名の山があるんだぜ。北アルプスの槍穂高連峰の中だけと、南アルプスの荒川山南の中だけ、3084メートル。ビンゴ、って、そんなことあるんだ。これだな。32センチの僅差で、北アルプスのが高いのね。いや、北の中だけは小数点2桁まで精度出てないだけだと思うけどな。ただこのウィキペディア、わずか32センチで12位と13位で分けてるけどな。3189.5 メートルの愛の岳を3190に丸めて、奥穂高岳と同率3位にするのはおかしくね？とは思うけどな。ちなみに、南の中岳は悪沢岳とセットで、北の中岳は槍ヶ岳とセットで登ることが普通だから。結構大変だぜ。山小屋に泊まって、充実した参考になりそうね。次、上高地岳と大地岳。名前、違くね？
まあ、違うけどな。でもこの二つの山、一文字違いという以上に色々イメージが被りやすくてな。上高地岳は南アルプス南部、小河内岳は中部にあるんだけど、山頂付近に微妙な分岐点があったりとかな。なんか、道の付き方まで似ている気がするね。うむ、ここは初心者より経験者が自戒すべきところかもしれないな。経験者の方が山の知識が広範にあるから、地図をあまり見ないで歩ける反面、悪天候で、疲弊していたりすると、他の山と混同する恐れがあるのぜ。上高地だけまで行けば、右手の脇に避難小屋があるから、今日はそこに転がり込もう。と思ったらなかったとかな。笑い話で済めばいいけど、一歩間違えばそうなんね。ちなみにウプ主、乗鞍岳を下山していて、洗浄時期のバスターミナルまで、あと何十分かな？と地図を見て赤面したことがあったぜ。洗浄時期のバスターミナルなんて、ないもんね。次、見つかしら。自慢するのもなんだけど、これは知る人少ないんじゃないかな。これは、八ヶ岳の山ね。ここまで来たら普通、権現岳まで登るだろうから、気に留める人は少ないかもな。まあ、八ヶ岳の三つ頭は知ってたんだけど、南アルプスのノコギリ岳の動画を作ってたら、ノコギリ岳にも三つ頭があることに気づいてな。で、国土地理院の地形図で調べたら、等高線が2550、2560、2570、2580とあってな、2580メートル以上あることがわかったぜ。2580メートルきっちりじゃないのね。山レコ、山系オンライン、山ップで2589メートルと揃った値が出るんだけど、ほんとかな？ウプ主の独図ではいいとこ2585メートルくらいだと思うんだけどな。でな、ノコギリ岳の地図を精査してたら、もう一つ目についてな。八ヶ岳の阿弥陀山と、ノコギリ岳の阿弥陀山。なんというか、まあ、そうそうあることじゃないね。八ヶ岳の阿弥陀山は、見てよし、登ってよしの山だぜ。山頂から見る、八ヶ岳の四方群は、絶景ね。ノコギリ岳の阿弥陀山は、一般者向けの登山道はなくてな、ルートファインディングしながら登山ができる人向けだぜ。ただ、こちらの山頂からは、カエコマガ岳、ノコギリ岳、千畳ヶ岳の眺めがいいらしいぜ。次は、大雪山の黒岳と、大菩薩の黒岳。大雪山といえば、最高峰の朝日岳だな。ロープウェイがかかってるから、楽よね。だけどそこから往復だと、大雪山の広大さを味わうには、ちょっと物足りないかもな。しかし大雪山の重層となると、北海道だけに栄養小屋が少なくて、敷居が高くなるぜ。そこで反対側からロープウェイが伸びる、黒岳と組み合わせると、ぐっと難易度が下がるぜ。8時間ちょっとの参考で、第二の後方、北鎮岳に登れるのも、魅力的ね。8時間以上かかるから、ロープウェイの栄養時間に間に合わない場合は、数少ない栄養小屋である、黒岳石室を利用するといいかもな。一方、大菩薩連霊の黒岳は、もっとらマイカー登山になるかな。湯の沢峠から登っても、大峠から登ってもいいけど、黒岳そのものは、正直かなりつまらないぜ。山頂からの展望がないのよね。だから、白屋の丸や、牛奥の岩ヶ原すり山とセットで登ってほしいぜ。そうすると、ぐっと魅力が増すのぜ。実は去年の秋登っててな、秋山動画として、今年の秋アップする予定だぜ。大雪山のスペシャル感と、大菩薩のカジュアル感、格差がありすぎて、同列に語るのも変化と違和感を感じたけど、大菩薩も悪くないな。どっちも日本百名山じゃない。だな。ところでウプ主、大雪山に登ったことあるの？まあ、あるけどな、十勝岳まで縦走したんだけどさ、1990年まで遡る話だからな。古すぎて、これで動画は作れないね。うむ。でも2011年にポロシリ岳に登ってるから、それとセットで作るかもしれないけどな。できたら、まだ登ってない2ペソツ山の最新参考と、セットで、作りたいかな。次は、南アルプスの黒沢山と、中央アルプスの黒沢山。これは、南アルプス新南部の黒沢山の情報を集めてたら、中央アルプスの北の端の、黒沢山が見つかったぜ。氷ヶ岳のついでに登るような山なのね。でも、氷ヶ岳往復だけでも7時間40分、黒沢山も含めると10時間近いから、大変だけどな。ウプ主は登ったことないんだけど、地味な山らしいな。今では検索すると、南アルプスのが知名度が高いっぽいぜ。南アルプスの黒沢山、まともな道ほとんどないのにね。ちなみに南アルプスの不動岳を調べていたら、北アルプスの不動岳も見つかったけどな。こっちは標高2601メートルだから、全然高いね。次は、太郎山。北アルプスの太郎山は、山というより稜線上の小さなコブだけどな。北アルプスで2300メートル台は、かなり低いね。だけど山頂直下に、太郎平小屋という栄養小屋があってな。
百名山の薬師岳、黒部五郎岳へのアクセスのほか、黒部源流へのアクセス、重曹のエスケープルートとして重要な、要衝の山だぜ。そしてこの辺りは森林限界の標高が低くてな、広大な眺めの高原だぜ。ただ、北アルプスにしては低い山とはいえ、登山口から5時間くらいあるから、足に自信のない方にもおすすめとは言えないんだけどな。アルプスはやっぱり敷居が高いのね。まあ、足に自信のない方におすすめは、立山か、乗鞍岳か、八方尾根か、木曽駒ヶ岳だな。新穂高ロープウェイで西穂高だけは？あれは微妙だな。そして日光の太郎山。こちらも最寄りのバス停からだと往復10時間だから、見客向けだな。マイカーかタクシーで山王峠まで行ければ、6時間40分まで詰められるけどな。日光の山って、結構きついのよね。観光地のイメージだけどな。要衝と言える、静の少しまで車で入れないことと、営業小屋がないことが、ハードになる理由だな。ただ日光の山は、一つ一つが清掃火山で、立派な姿をしているのが、魅力だな。日光の山については、南大山、女峰山、大真子山、駒名子山については、うぷ主割と近年登ってるから、そのうち動画にしようかなと思ってるけど、太郎山は、またかなり昔になるんで、そのうち登り直そうと思うのぜ。ネットの受け売り情報だけど、頂上からの展望も、素晴らしいらしいぜ。眺めてよし、登ってよし、魅力的ね。以上、名前と高さが見事に揃った山、10選だぜ。おまけ。霊夢、ドキュンネームって知ってる？キラキラネームっていうのは、聞いたことあるけど？キラキラネーム、まあ、海愛と書いてアクアと読むぐらいだったら、まだいいんだけどな。日本人の本名って、使えない感じはあるんだけどな。マリサって使えないのよね。それでいて、読みはほとんど規制がないらしくてな、どんな読みにしても OK らしいぜ。またニティハイのノリで付けられちゃうのね。人につけるような名前じゃないだろ？というものから、明らかに間違ってるだろってものまで、いろいろあるらしいぜ。今回、多くはないんだけど、そういう山を見つけてきたぜ。一つ目、黒部市、広げすぎだろ。日本国って山があってだな。は？日本国って山だぜ。新潟県と山形県の境にある山でな。とても日本を代表するような山じゃないよね。標高は555メートルと、語呂のいい山だけどな。名前の由来は諸説あるらしくって、あまりはっきりしないけどな。頂上からの眺めはいいのね。南側がいいみたいだな。次、名前負けすぎだろ。K2。K2 って、あれしかないよね。他にないよね。ね。K2 は北アルプスにあるのぜ。え？上高地から登れるぜ。200名山、霞沢岳の手前にあるのぜ。標高は2620メートルくらいだぜ。本当に、K2 じゃなくて、K2 なのね。P1 とか P2 とかは、ピーク1、2という意味で、一般呼称としてあるんだけどな。K2 ってのは、珍しいな。最後、それ別物だろ？しくも K2 と同じ稜線に、氷河岳があってだな。あ、わかった、ガガ岳があるんだぜとか言うんでしょ？惜しい、日向岳だぜ。日向岳って、丹沢山界の最高峰でしょ？ああ、それもちょっと違うのぜ。富士山の北、丹沢山界の隣の、三坂山界の西にある山でな。だから、ガでしょ？よく見るのぜ。日向岳と書いてあるのぜ。いや、ガとヒルって、別物だよね。ガガ岳と書いてヒルガ岳と読む、なんでかな？ま、ワニって名前のサメはいるけどね。今回は、これくらいにするのぜ。変な名前の山は、他にもありそうね。他にもあったら、コメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴、ありがとうございました。